松葉明雄10月25日は、大日本帝国海軍の軍人、海軍航空隊戦闘機搭乗員。総連26機、最終階級は中尉、総撃追数18機、大正3年、三重県生まれ。1934年9月、第26機操縦練習生となり、翌1935年3月終了。同期生に、福井義夫。 佐藤とし、太平デーラ飛行場に強行着陸した大石秀夫ら。1936年11月、空母、加賀飛行機隊に配属され、日中戦争勃発と共に、甲州湾に出動。1937年8月16日、上海上空で第一分隊、第二小隊の二番機として攻撃隊直営任務を行い、攻撃隊と分離後、 タグラスをマイナス38とされる偵察爆撃機一機と、遭遇7.7ミリ機銃を発射するもなかなか当たらず、さらに近づいて、後部重視を倒したと同時に、弾切れとなり、逃げられそうになるが、茂みが追尾射撃を加えると地面に激突した。この共同撃墜がウイジンとなる。この時、弾を前段打ち尽くしたことを恥じて、誰にも言えずにいたが、後に、 同僚の兵器委員に聞いたところ、上官も皆無打弾が多く残弾が少ないことが分かり、安心したという。この経験から、後本土防空戦に従事するときは、若い搭乗員に対し、20ミリの遮断は、極めて少なく、未敵はあまりにも大きいから、心せよと言っていたものの、遠くから発射していたようで、命中率は悪かったと戦後回想している。 同年末霞ヶ浦海軍航空隊に戻り、その後空母、龍城、岩国空、元山空、大分空と転じる。1943年11月、追い浜に新設された第301海軍航空隊、雷電隊に着任。翌年3月、飛行隊制度導入につき、戦闘601飛行隊に転属。1944年6月、 和合作戦に参加するために騎士を冷戦に切り替えて、伊王島に進出し、迎撃戦を展開する。7月3、4日の迎撃戦では、海6回6機を撃墜。同体解体後は、第762海軍航空隊、戦闘701飛行隊に転じて、T 攻撃部隊として、台湾沖航空戦に参加し、その後零手作戦に参加する。本土交代後、 701飛行隊は第343海軍航空隊霊下となり、飛行隊長に押渕隆史が就任、装備も自然改めになった。本土防空戦で二度の負傷をするが、終戦まで戦い続け、大村基地で終戦を迎えた。戦後は雑誌への寄稿等に消極的で海軍戦闘機待し、弱に収録されている松葉の手記は本人に強引に、 気候を求めて得たと注釈されている。ただし、O-38 は中国には輸出されておらず、偵察はダグラス O-2MC が主に使われていた。また、松葉は戦後カーチスホーク戦闘機としているが同期はタンザーである。中国側の記録によれば、この時撃墜したのはしばらく変大隊第32、中隊のファンホさん注意操縦。 危険消費偵察のダグラスーマイナスに MC118 号機と思われる。ありがとうございます。